いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2011年モデルアバルト695トリブートフェラーリをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパーに飛び石とボンネットに同じく飛び石があり フロントガラスに飛び石がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万2千キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はロッソコルサ、インテリアはレザートアルカンターラのコンビブラックシートが採用されております。数多くの専用装備が施された 国内限定150台のスペシャルモデル、アバルト695トリブートフェラーリでございます。アバルトの500をベースとし、内外装ともに数多くの専用装備を施した刺激的な1台です。ヘッドライトには標準でキセノンヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も、 安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は180馬力を発揮しますアルミホイールは純正17インチのアルミホイールが装備されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り6分山程度となっております続きましてリアご紹介させていただきます マフラーはレコードモンザ製、4本出しのマフラーが装備されておりますので、アバルトらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。コンパクトなボディサイズではございますが、後部座席を倒していただくことにより、長い荷物にも対応が可能です。 続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはトリブートフェラーリ専用の軽量バケットシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、 自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、センターには純正オーディオが搭載されておりますので、車内では音楽もお楽しみいただけます。シフトは5速のシーケンシャルシフトが採用されており、ダイレクトな変速が魅力的です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におたばこの匂いとはいたしません。では今回は2011年モデル。 アバルト695トリブートフェラーリをご紹介させていただきました180馬力を発生させるエンジンに専用のブレンボキャリパーが装着されておりますのでよりスポーツ走行性能をお楽しみいただけますまたレコードモンター製のワフラーが装着されておりますのでアブルトらしい力強いサウンドもお楽しみいただける1台です国内限定150台と 大変希少なモデルでございますので、お探しの方は是非ともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。